源氏小経とは、源氏大経と並ぶ、代表的な、源氏物語の公害書である。室町時代初期の成立と見られている。源氏物語をその巻き上に従って、物語の公害をまとめている。その内容は簡潔であって、物語の和歌の主なものを引くだけである点が、物語中の和歌をすべて載せる、源氏大経などと大きく異なる点である。 注釈も簡潔なものが多く注釈書的性格も希薄である。中世、近世文学に多大な影響を及ぼしたために遺本が極めて多く、関数も一関本、二関本、三関本がある。半本としては、江戸時代初期の枯渇字本をはじめとして、正半本も、明暦、漢文、遠方、漢円、文星版など、江戸末期まで何種類も刊行された。 著者については、古くから様々な説が存在する、などの説がある。成立時期から考えて、紫式部時仙説をはじめ鎌倉時代前期までの人物を作者とする説は事実ではないと考えられる。ものの定説はない。本文は大きく古本系統と改定本系統、造歩本系統などに分けられる。古本系統は、ヒア表紙本の 源氏物語の本文によっており、それを青表紙本によって提したのが改定本系統とされる。本によっては短い注釈の中に他の古注釈書や公害書に見えない得意な解釈が書き加えられていることがある。岩坪剣はより詳細に本文を以下のような系統に分けている。本書は内容に細かな違いのある絵本が多いとともに、 表題も様々なものがあることを特色としている。それらの署名には、ありがとうございます。